トルブチェフスクの首相トルブチェフスクは、ロシア西部のブリャンスク州南部にある都市。ウクライナとロシアの接する国境にほど近い。人口は2002年国勢調査で16,342人。1989年ソ連国勢調査では16.301人であった。州都ブリャンスクの南 95km にある。 ドニエプル川の支流で砂川が流れる町で、ウバンから支流のネルッサ川が合流している場所にある、トルブチェフスクの千年記念碑。ジョジシを歌う詩人、トルブチェフスクは、かつて、シベリアと呼ばれた地方でも古い歴史を持つ町である。東スラブ語の写本では、12世紀後半にトルベツクの名で、チェルニーヒウ広告の町として登場する。 1164年に起こったポロベツとの戦いの記事の中で登場しているのが確認できる最古の記録だが、地元では975年を創建の年と考えている。当初はトルベツクの他にもトルベチ、トルベジスクなどの名で現れており、いずれも川という語に由来する。トルブチェフスクはポロベツとの戦いを描いたロシアの古い女子史。 イーゴリエン製物語にも登場しており、主要な登場人物であるフセボロドスブヤトスラビチは、トルブチェフスク及び、クルスクの公である。シベリアの小さな町であったトルブチェフスクは、中世には何度か独自の公を持つ公国の中心となった。1164年から1196年、1202年から1211年。 1212 12年から1240年、1378年から1399年、そして1462年から1503年に、トルブチェフスク公が活動していた。14世紀以降はリトアニア大公国などに仕えて、いたが、1503年に、モスクワ大公国に併合され、最後の公の子孫は、トルベツコイ公爵家となった。 同家はリトアニア大公国のアルギルダスの息子、トミトリユス・アルギルダイティスの血を引く名門の家系である。大動乱の最中の1609年から1644年までの間は、ポーランド・リトアニア共和国のロシアに接する領土となり、トルブチェウスクとなった。17世紀には、麻の栽培で栄え、麻の縄や繊維製品、麻のみ油などを生産していた。 1778年には、地方行政改革で市の地位を認められ、軍の中心地となった。第二次世界大戦では1941年10月9日に、ドイツ国防軍に占領され、1943年9月18日に、ブリアンスク攻勢を進める赤軍ブリアンスク戦線により、奪還された。19世紀以来、交通や、 物流の大動脈から外れた街となったトルブチェフスクは大きな産業が立地しておらず古い佇まいが残る。トルブチェフスクには16世紀のイタリ製産3社、聖堂、17世紀の旧聖主権栄大聖堂、18世紀の生新女飛後聖堂ほか、19世紀の聖堂も多く残る。 住宅の古いものは17世紀に遡る。市内には、博物館及びプラネタリウムもある。トルブチェフスクには、電子産業、食品工業、繊維工業、製材業などの産業が立地する。モスクワブリャンスク・キエフを結ぶ、鉄道本線から分岐した、長さ 36km ほどの支線がトルブチェフスクで、終点となっている。ありがとうございます。